策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。仲良くしよう。名前は何にする？ノブ、誠の心。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。よし。
そちらの精鋭を出せ。ありがとうございました。もう安全だ。どうぞお受け取りください。仲良くやっていこうな。
ジン、何をしておる？ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。おじ上にご子息が生まれたら、私は捨てられますか？ジン、よれ。思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。どうかご用心を。お侍が目を光らせてます。物見を殺せば化け物になり下がったと示すだけ。あの方の凄ましい武士は知らぬそうだ。我々と共にご出陣くださるのであろう。あの鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。
荷が改められるまで待つか。怪しいものはないな。ありがとうございます。一体何だってんだよ。用心を重ねてらっしゃるんだ。菅笠衆のことがあったからな。誰も信用できないんだろう。だけど俺らは秋人だ。侍じゃねえ。絹売りの荒太郎、覚えてるか。あいつ九郎殿の毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売がたきだったからな。トメもかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから荷を調べられた。中身が何かわからんだ。志村様を裏切るわけないのによ。俺もさ。だけど今は我慢しなきゃな。叔父上の座敷に入り、文を残していかねば。していらっしゃる。お前と劇を飛ばしたかった。朕恨むぞ。出てこい。
それ以上探しても無駄だ。目指すは最上階。今なら忍び込める。この2カ所で猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも境、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決である。仰せの通りに。藩の居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かる。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。音がした。行くぞ。探すのは。お目に留まりそうなところに。出会え。おじ上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来れば、その時こそ猛虎を撃ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまたまみえんことを。父と子とは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも、身内には変わりませぬ。